い、どうもカツキンです。今回はタイトルにもある通りコスモスを撮っていきます。皆さんコスモス好きですか？コスモスは7月頃から11月頃までと長く咲くので道端で見かけることも多いですよね。コスモスの本番の秋に向けてこの時期から咲いてる夏咲きのコスモスを撮影しながらおすすめの撮り方を紹介していこうと思いますので、今年楽しくコスモス撮りたいよって方はぜひ最後まで見ていただいて参考にしていただければと思います。それでは早速歩いていきましょう。前回に引き続き単焦点35ミリ縛りで浜離宮庭園をお散歩していきます。お、咲いてる咲いてる、めちゃくちゃいい色合いですね。コスモスは夏咲き、早咲き、秋咲きの大きく分けて3つの開花時期があります。今回は夏咲きのキバナコスモスを中心に撮影していこうと思います。明るい黄色のコスモスとオレンジがかった赤いコスモスがありますね。黄色いコスモスが手前に1本長く伸びてたので奥のコスモスたちを背景に入れて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、3分割構図の右下にコスモスを入れて撮ってみました。長く伸びてるコスモスをハイアングルで撮ったことで奥のコスモスたちを奥の方まで写せました。あと横構図で撮ったことでお花畑の広がりを見せることもできました。背景の2色のコスモスが層になっている感じもいいアクセントになったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。浜離宮庭園は高層ビルが立ち並ぶ中にあって都会のオアシスとしても有名です。せっかくなので背景に高層ビルを入れて撮ってみようと思います。はい、こちらの写真なんですけど、3分割構図の左下にコスモスを入れて撮ってみました。背景に高層ビルを入れたことで浜離宮庭園で撮影したことがわかるような写真になったんじゃないかと思います。こういった感じにコスモスと何かを組み合わせて撮るとプラスアルファな情報を写真に含ませることができるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。続いてはあるアイテムを使ってみようと思います。じゃん、ちょっと大きいビー玉。これをレンズに近づけるとビー玉にコスモスが映り込むんです。まずは赤いコスモス。次は黄色いコスモス。コスモスとビー玉の距離が近いほどコスモスを大きく映せて、ビー玉とレンズの距離が近いほどビー玉を大きく映せます。はい、こちらの写真なんですけど、3分割構図の左下にビー玉を入れて撮ってみました。ビー玉の中にコスモスが綺麗に映り込みましたね。自分でビー玉を持って撮るには焦点距離が20ミリから50ミリくらいの最短撮影距離が短いレンズがおすすめです。手持ちだと手ブレと被写体ブレの可能性があるのでシャッタースピードは早めに設定しておくといいと思います。アクリル球だと荷物になっちゃうのでちょっと大きいビー玉がおすすめです。カバンに入れておくと役に立ってくれると思います。それではまたまた歩いていきましょう。続いては赤いコスモスを撮っていこうと思うんですけど、赤同士で色かぶりしないように赤と黄色の境目から背景に黄色を入れて撮っていこうと思います。はい、こちらの写真なんですけど、黄色いコスモスを背景に赤いコスモスを撮ってみました。背景に黄色を持ってきたことで主役の赤いコスモスを強調することができました。ピントが甘いのは気になりますけど、F 値を下げて背景をぼかしたことでいい雰囲気が出たんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。あ、ここにはいわゆる普通のコスモスが咲いてますね。そうしたら綺麗に咲いてるお花を見つけたら日の丸構図でシンプルに撮ってみようと思います。え、何これ、花びらめっちゃ長いんだけど。これも日の丸構図で撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、コスモスを日の丸構図で撮ってみました。花びらめちゃくちゃ長くないですか？こんなん初めて見ました。なんでこんなに長くなるんだろう。四つ葉のクローバーを見つけた気分です。こういったように特徴的な部分を見せたいときは
日の丸構図でシンプルに撮るのがおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。この辺りはまだまだこれからみたいです。真っ白なコスモスもなんか新鮮でいいですよね。そうしたらこの少しだけ長く伸びてる白いコスモスを下から煽って背景に青空を入れて撮ってみようと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左上にコスモスを入れて撮ってみました。青空に白いコスモスだと透明感ありますね。周りのつぼみたちも可愛い。右側に空間を作ったことで開放感も出たんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。お、ザ・コスモスって感じのコスモスを見つけたので優しい雰囲気で撮ってみます。道の両脇にコスモスが広がってて、すがすがしい空でここを歩いてるだけで幸福感あります。暑いけど、ずっと奥には高層ビルが見えますね。そうしたら手前の赤いコスモスを前ボケで入れて高層ビルを撮ってみようと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、日の丸構図で高層ビルを撮ってみました。高層ビルは遠くにあっても存在感ありますね。前ボケでコスモスを入れたのと対角線構図で道を入れたことで奥行き感も出せました。こちらも浜離宮庭園らしい写真になったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。今度は同じ場所から前ボケで入れてた赤いコスモスを主題にして撮ってみようと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左下にコスモスを入れて撮ってみました。同じ場所からでもフォーカスする被写体を変えるだけで見え方がガラッと変わりますよね。いい感じの撮影位置を見つけたら思い切って主題と副題を入れ替えてみるのも面白いですよ。それではまたまた歩いていきましょう。黄色いコスモスと青空だけの組み合わせを撮るの忘れてたので撮っていきます。長く伸びてるお花を主題に決めたら、なるべく根元に近い部分まで入れつつも青空も入れたいので、可動式の液晶を使ってローアングルローポジションで撮っていきます。はい、こちゃんの写真なんですけど、青空を入れてコスモスを撮ってみました。やっぱり黄色と水色の色合いはいいですね。一つのお花をアップで撮るのもいいですけど、葉っぱやつぼみも入れて撮ってみるとまた違った感じになりますよね。特にまだ咲き始めでお花が少ししか咲いてないコスモスは、主役のお花を分かりやすく見せることができるので、よく観察して探してみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は浜離宮庭園でコスモスを撮影しながらおすすめの撮り方を紹介していったんですけど、夏にこんなにたくさんのコスモスを見たの初めてだったんでテンション上がっちゃいました。気持ちは早いですけど、コスモスの本番の秋が楽しみになってきました。僕も秋に向けていろんな撮り方を見つけていこうと思います。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。